CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も重なり合わせの哲学をお送りしていきたいと思います。講師は山村先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は重ね合わせの方法と、はいね、どうやってやっていくんですかってお話でしたけども、はい、今日はですね、また、はい、テーマについてということで、マクロとミクロの重ね合わせの重要性というテーマで聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、ちなみにちょっと余談から入りますけど、はい、私今回のコロナでですね、はい、非常にまあやることなかったんでですね、はい、ちょっと高校の時までやってた数学と物理を、はい、一回やり直してたんですよ。はい、すごい。で、要は微分と積分ってありますよね。はい、で、微分と積分って本当それぞれ大事なんですけど、今こういう科学の世界でまさに大事になってるのはどちらかというと微分なんですね。うん、で、微分ってのはどういうものかというと、まあ皆さん教科書で習われたと思うんですけど、要するにこの細かく割っていくっていう、細かくしていって、はい、一回微細に落として、でそこから要はその仕組みをですね、まあ積分してもいいんですけど、いろいろ数式を立てて、で一回細かく落とし込むっていうのが、私から見ると微分ですね。はい、で、要はその積分、私どっちかっていうと積分派で、掛け算とか足し算とかですね、倍々ゲームとかですね、そういうのが大好きだったんで、はい、どっちばっかりやってたんですけど、やっぱり細かく落とし込まないとダメだっていうのがいっぱい最近こうあるなと気づいてきたんですね。はい、うん、でやっぱり例えばそのナノ技術、さっき言った半導体のナノ技術とかですね、はい、いわゆる小さいところを見て人間につながるところ、あるいはその生物学的に間違いないっていう思えるようなところもやっぱり小さいところがわからないと、はい、やっぱりダメなんじゃないかっていうふうに思ってですね、うん、まさにそっちはミクロですね。はい、でマクロは我々得意分野だと思うんですけど、うん、うん、やっぱりミクロとマクロをまず重ね合わせなきゃダメなんだっていう。はい、でやっぱりちょっと余計な話になっちゃいますけど、それこそ保守の人ってのは、はい、積分はできるんだけど、うん、微分ができないんですね。はい、で細かいことを抜きにしてやろうとするから大体失敗するっていうパターンが多くてですね、うん、はい、で私もずっと見てきたんですけど、やっぱり大きなことを言えば細かいこと、事務的なこととか実務とかですね、うん、そういう細かいことも必ずついてくれますよね。そうですね、ビジネスでも、はい、そうですそうです。で政治でもやっぱり同じで、まあ情報の世界も同じなんですよ。細かいことやんないと大きなことができないっていう、はい、そういうこうものになってますんで、まあできればミクロとマクロをどう重ね合わせるのかっていうのがまず大事だなと。で僕参政党で事務局をやってるんですよ。はいはい、事務局をやる人がいないから、この世界に。いやだからそこはやっぱりちょっとこう重ね合わせにしては大量のそのエネルギーを使ってるなっていう気がしますんで、はい、細かいとこはどなたかにね任せるとか、うんうん、ただ細かいことが分かってないとやっぱり大きなこともできないっていうことがありますので、はい、そこの重ね合わせだと思いますね。うん、はい、でまあいわゆる大きなことではいくらでも私も出る方なんですけど、まあいわゆるその国際関係って大体アメリカ見てですね、はい、まあヨーロッパ見て、で日本っていうのは戦後ずっとこうまあ大体あとソ連とかロシアですね、はい、でそれと南米とかああいうオーストラリアとかああいうとこは見ないでいいという、うん、うん、まあ外交関係、国際関係なんかよく勉強するって言われてたんですね。はい、でまあ特に台湾っていうのは、まあ、中国が大きくなってから特に皆さんなんとなく見なくなってきたっていう気がするんですね。うん、はい、でただ台湾の人と私話すと非常にその情報力が素晴らしいんですよ。はい、でいわゆるなんで日本人が私も国際関係の情報をかなりかじりますけど、ここまで知ってる台湾代表長の方々はおられるんですけど、日本人以上に情報力が今彼ら持ってますね。はい、でそれはだから彼らがやっぱり中国にやられようと、まさにこれからやられようとしてるからだと思うんですけども、うん、いわゆるそのちっちゃいけどもちっちゃいなりにその自分の力を磨こうと思ってやってる、はい、でまあオードリー・タンさんっていらっしゃるけど、はいね、オードリーさんもまさにそうですね、IT っていう技術、情報技術を使ってで中国に立ち向かうっていう、はい、ためにある人だと私なんか思ってるんですけど、うん、でいわゆるそういう情報技術を情報を持ってるのも含めてやっぱり台湾も見なきゃいけない、はい、でミクロとマクロを重ね合わせないと基本的には、まあ、中国も分からないし、はい、アメリカも分からない、うんうん、ひいては日本も分からないという話になるということですね。はいまあコメントあったら後で伺います。それでいわゆるね日本っていうのはつながりをつけるのがすごいうまくてですねそれこそ八百万の神々のネットワークじゃないんですけどいわゆる IoT をなぜ作ったかっていうのはもともとトロンっていうですねいわゆる OS が日本独自の OS があったんですね。はい、ありましたね。でそのトロンの技術を使っていわゆる組み込み型っていうんですけどいわゆるプログラミングをネットワークを横に広げるようなOS を使った技術をバーッと作ったんで例えば家電と世界中の日本自宅の家電と自分の今持ってるスマホがつながるとかですね IoT っていうのがあるんですけどその IoT の技術が非常に日本は世界のトップクラスいまだにトップクラス、はい、1、2を争うその技術を持ってるって言われてるんですよね。でまあいわゆるこれも私重ね合わせだと思うんですよ。うん、日本が持ってた独自の技術を、まあ、本来ダメになってるのを生かして、うん、でそれと今の通信技術と重ね合わせて非常にうまくいったねっていう意味で、うん、私は IoT はまだまだ日本のお家芸って言われる、はい分野だと思ってるんですね。うん、でこういうのも将来の重ね合わせのテーマにぜひしていただきたいっていうのが一つであとそのトロンの話しましたけどトロン以降ですね日本独自の OS オペレーションシステムってないんですね。はい、でなぜないのかっていう私もいろいろ IT やりながら研究したんですけど、うん、アルゴリズムを習ってないんですよ。うんでアルゴリズムっていうのはいわゆる最適解を見つける解法と訳した方がいいと思うんですけど、うん、プログラミングの中に数式でこれを解く一発で解ける数式とかですねそういうことが非常にうまい人が私の知り合いの外国人イギリス人とかにいてですねでこういう人はアルゴリズムを最初から独創的なやつを自分で作れるんですね。はいでところが日本ってのはまあ教育のせいなのか何か分かりませんけどもで独自のアルゴリズムっていうのは何でか知らないけどできないとか、ねうんはい、で基本的にGAFA が作ってるアルゴリズムのままに動いてるっていうのが今の日本の IT 業界の現状でしてですね、はいうん、でこれも何とかしなきゃいけないとでアルゴリズムは独自にやった方がいいっていうのが私の意見で、はい、これもいいものといいものの重ね合わせだと思うんで、うん、ぜひアルゴリズムの皆さん技術者エンジニアの方そういう交流をやっていただきたいと思うんですね、うん、勉強の場って言いますかですねでそれとあとやっぱり EV がそうですね今で EV は基本的にもうそれしかないみたいなそれこそさっきの二元論じゃないですけど、はい、EV しか生き残れないみたいな人もいますけど、うん、これも間違っておかしいですよね。はい、はいで日本にはトヨタはじめホンダはじめですね優れたハイブリッドの技術があるんですね。はい、で、はい、で次世代って言われたらちゃんと燃料水素の自動車っていうのがあってですね次の構想には電気自動車わずかに入るけどもハイブリッドでやっていけばとりあえず環境にも優しくてなんとかなるっていうですね、うんことがまあいわゆる未来予想図として成り立つんですよ。はい、それをだから EV じゃなきゃいけない BV じゃなきゃもう環境に悪いとかっていうのはちょっと科学的にも違うし、まあ、あるデータによると4800キロかな4800キロまでは基本的にハイブリッドの方が、はい、基本的に電気自動車よりも、はい二酸化炭素を出さないんですね。はいうん、ですからこれはですねちゃんと科学的に自分なりのその考え方で、皆さんハイブリッドでハイブリッド化ってまさにガソリンとそれと今の電気を組み合わせた、はい、それこそハイブリッドの技術ですから、はい、重ね合わせなんですね、はい、これが。まあ電気自動車推しはまあトヨタ潰しでしょうね。そうです大事の、はい、それに政府が乗っかってるっていうですね、はい、そういう事態じゃないかなと思って見てます僕は。いや本当それ全部便乗してたらこんなバカな半導体の二の舞をやるのかっていう話になっちゃうんですね。ぜひこれはやめていただく、悪い重ね合わせなんでやめていただきたいっていうものですね。でまあもう半導体の話出たんであれですけど、さっき申し上げましたけどナノ技術ですね。で半導体はそういう装置技術の中の微細技術を使えば日本っていうのはまだまだ生き残れるって言われてますんで。まあ、ぜひちょっと一回シェアが 7-8% っていうのはちょっと少なすぎるという、はい、かつての10分の1っていう世界なんでですね、はい、ちょっとシェアは取り戻していただきたいんですけど、そうですね。でまあ基本的にはこの微細技術だけは世界に負けないものとして、やっぱりここも重ね合わせていただきたいっていうものですね。であとやっぱり国と地方っていうのは私よく思うんですけど重ね合わせできてるのかなっていう、ね、はい、で今回新型コロナでもなんかこうお互い大阪もそうですし東京もそうなんですけどね、なんか要はどっちか主導権争いみたいな話になったりですね、うん、一方で国の言われるままにやってたりですね、はい、うん、でこれもうまい重ね合わせができてないなっていう気がするんですよね。だからもっとあれですよね、地方にその権限を持たせて地方にその重ね合わせの上のリーダーシップを取ってもらうとかですね、でいわゆるワクチンを何個入れるかとかそういうレベルの話って全部もう都道府県とか、うん、いわゆる同州制の道でもいいんですけど、はい、うん、そこでやっちゃえばいいだけの話だったんですね。あと物流もそうですし、うん、広範囲なものはもっと同種性みたいな形でも私は全然今回良かったんじゃないかと思ってますんで、はい、そう思います。でそれのその国と地方の重ね合わせで、あとやっぱり情報リテラシーの重ね合わせはいい人と会ってですね、うん、いい情報を持ってる人と私もどんどん会っていくしかないと思うので、はい、その通りだと思います。これはですね皆さんの周りにいる悪い情報を持ってる人と会わずに自分をいい情報の場に置くっていうですね、はい、非常に場の問題っていうのが大事になってくるんで、うん、そういう場所に自分を置いてっていただきたいですね。はい、であとまあ文化でいうと新しいさっき言ったVR、MR とかですねの技術を例えば伝統文化に生かすとか、まあそういったことをこう地方の超創生に生かすとかですね、はい、そういったことをどんどんやってるそれこそ新しいものと古いものの重ね合わせをぜひやっていくべきじゃないかなと、まあいわゆるまあいろいろありますけど重ね合わせっていうのはいろんな応用が効くんでですね、いろんなこのもう数えきれないぐらいのパターンがあるんで。はい、正解はないかもしれない。そうですね。はい、わかります。で、自分がうまくいったっていうものがうまいか重ね合わせだっていう側面はありますので、で、それ自分なりのパターンを見つけ出して、ぜひ成功の重ね合わせっていうのをやっていただきたい。なるほど。はい。はい。っていうのが私の申し上げたところです。今日はマクロとミクロの重ね合わせということでお話を聞いてきました。はい。次回ですね、また重ね合わせというテーマで、まあ仲間と仲間、情報と情報を重ねて合わせてみようといった話で次回聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。